い、皆さんこんにちは。今日皆さんにご紹介したいものはこちら、BOSEのサウンドリンクフレックスね。先日からね、動画ちょっと上げてたんですけど、あれをですね、少し使っただけでの感想がこの間ね、動画作ったものだったんですが、しばらくいろんなところで使った時にどんな感じだったかっていうことをですね、皆さんにご紹介していく動画になります。良かった点、悪かった点、それからですね、私が期待しすぎてた点ね、この3本柱でお話を進めていきたいと思います。実際に使ってね、どんな感じなのかなっていう風に思われてる方はね、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、まずですね、使ってみた感想、良かった点ですね、4つに分けてお話を進めていきたいと思います。スマホアプリについて、それから浴室についてね、それから iPad について、それから最後ね、屋外について、この辺でお話をしていきたいと思います。まずですね、スマホアプリの一番いいなと思ったのはですね、スマホで電源を入れることができるっていうのはね、すごく便利だと思いましたね。このサウンドリンクフレックスの一番のメリットね、一番この目的とするいろんなところに持ち回れるっていうことが一つのね、いいところでもあるかなと思うんですですが、いずれね、バッテリーを積んでるので、いずれバッテリーがダメになった時に常時ね、繋げた状態で使い続けないといけないような時がね、いつかは来ると思うんですね。そうしたら部屋のどこかに置いて常時ね、充電ケーブルを繋げた状態で使うっていうこともあると思うんですね。で、そういった時にもうね、手の届かないね、ところ、棚の上とかテレビのそばとか、そういったところにね、常時置いていくことになった時にですよ、手が届かない、棚の上とかで手が届かないようなところだったらちょっと不便じゃないですか。で、そういう時でもですね、このスマホアプリがあればですね、電源をね、スマホからピッて入れることができるので、そういった意味ではですね、このスピーカーの電源を入れることができるのはスマホアプリのメリットの一つじゃないかなと思います。もちろんね、その他音量コントロールとか電源の残りがね、確認できるっていうのは便利かなと思います。それからですね、次、浴室ね、浴室で使った時の感想ですが、これも最高ですね。まずですね、あの狭い浴室のあの狭い箱の空間の中にね、長時間ずっといるっていうことはあんまりないじゃないですか。で、そういったところで、お風呂ってそういうことがね、できるところなので、お風呂に入ったら例えば湯船に浸かると10分20分入ってたりするでしょ。そういった時にね、包まれた空間で包まれた音になるんですね、音がですね。で、その状態でしばらくゆっくりできると、防音室の中に入ってその音をゆっくり楽しむと、そういう感じの楽しみっていうのがね、浴室ではできるので、これはね、最高だなと思いました。ほんとね、お風呂以外にあんな狭い空間にしばらくずっといるとかね、まあ普通ないでしょうから、そういった意味ではね、この相性っていうのは最高だなと思いました。はい、それからですね、次、 iPad との相性ね。iPad との相性は前にね、動画でも上げたんですが、映画を見るのにね、ほんとこのスピーカーって最高なんですよ。映画館に行った時に何を期待するかっていうと、もちろんね、映像のすごく大きなね、スクリーンを期待していって、その迫力のある映像を求めていくと思うんですけど、そうしてね、もう一つね、あんまり気づきにくいかもしれません、気づいてる人もいるかもしれませんが、音ね、音が明らかにテレビの音とも違うし、パソコンから流れる音とも違うし、家の中にあるね、音とも違う。映画館に行ったら映画館なりの映画館サウンド、シネマサウンドっていう名前がある通りね、ちょっとね、こう、なんていうんですかね、低音がね、しっかりと体の芯にこう、ドンとね、響き渡ってくるようなね、あの感じがあるからこそ、あれ、映画館なんですよね。それをですね、このスピーカーは私たちにそれに似た体験をね、させてくれる。そういう意味ではね、すごくいいスピーカーだなと思ってるんですね。そうすると、iPad の前にこのスピーカーを置いて、iPad で Netflix とか Hulu とか Amapla とかで映画を見ると。そうするとね、ちっちゃな映画館。ちっちゃな映画館をね、持ち運んでる感じなんですよね。なので、これね、iPad で動画を見ながら、その前にね、このスピーカー置いて見ると、ちっちゃな映画館として遊べるので、そういう意味ではね、この相性バッチリだなっていう感じがしました。はい。それではですね、次、最後、屋外での使用ね、屋外での使用。屋外ではですね、もちろんですね、音量は上がりますよね、室内よりはですね。あの、海とか草原とかね、山とかそういうとこ行ったら、もうちょっと音が大きく出せるじゃないですか。そうすると、環境音に押しつぶされることなく、しっかりと音のね、上限。私ね、これでね、マックスまでは出しませんでしたけど、80% ぐらいまでね、出したぐらいでも、風の強い日の波に負けない音量でしたね。ですから、ビーチとかである程度風があっても、マックスまで出さなくても、80% ぐらいでも十分ね、その周囲で、その音を楽しむことはできるなと思いました。
あ、そうそう。それからですね、音量を上げていって、このね、音の質が変化してくるっていうような感覚を私はちょっとね、受けました。もちろんね、音が小さくてもマンションの中とかで十分ね、低音が効いてていいスピーカーだな、角が取れたね。ただ単にその領域の音がね、大きくなっただけとかじゃなくて、ちゃんと角をね、取ってくれて、その聞き心地のいい音ね、聞き心地のいい低音だなっていう感じを感じていたんですが、これね、音量を上げて屋外で聞くと、低音のいいところはそのままに、中高音のね、ボーカルの音が今度こう出てくるんですね。これがね、クリアに際立ってくるっていうような感じがあったので、あ、これ音量を上げた方がやっぱりある程度このね、スピーカーのいいところがぐっとまた一段と出てきたなという感じがしました。はい。ここまでがね、良かった点ですよ。それではですね、次は使ってみてね、悪かった点を4つ次ね、お話ししていってみたいと思います。それでは、行ってみましょう。それではですね、悪かった点ですね。まず一つは外見ね、外見。私はブラックを選択して購入したんですが、そのシリコンの部分ね、前じゃなくて、前の方はね、金属部分で全然問題ないんですけど、この後ろのね、サイドとか後ろの方のシリコンの部分が、ホコリがね、ちょっと気になる。まあ、黒だからっていうのもありますが、ホコリがちょっと気になるなっていうのがありました。それで、これとね、次の二つ目の屋外での使用に関しての悪かった点ね、それとこの外見っていうのはね、ちょっとリンクするところがあるんですが、屋外で芝の上とかで使うと、次に行ってますよ。もう屋外編ね。屋外で使った時の悪かった点ね。屋外でね、あの芝のところでね、こう使ったりするじゃないですか。そうするとね、あの芝がね、くっついてね、離れないっていうね、あの、土とか芝とかつくじゃないですか。そしたらなんかね、静電気なのかどうかわかりませんけど、払っても払ってもね、なかなかこれ取れにくいっていうのがね、ちょっとこれ気になるなっていう悪かった点ね。これね、あの、心配ご無用です。心配をする必要ありません。これね、濡れたティッシュね、濡れたティッシュでさっさっさと拭いたら簡単に綺麗になりますので、ここはね、全然問題ないかなと思いますが、ちょっとね、もうちょっとそんな一手間加えずに、汚れとか芝が手でさっさっとしただけで、綺麗になるっていう風になっていたらもっと良かったかなという感じですね。それからですね、芝でのね使用に関してもう一つ言うとですね、部屋の中とかフローリングとかタイルの上とかコンクリートの上とかね、そういうね綺麗にフラットなところでは全然問題なくて全然気にならなかったんですけど、芝とか外ってデコボコしてるじゃないですか。そしたらね、そこで聞こうかなと思うと、スピーカー面が天井ね、空を向いてるときは全然大丈夫なんですけど、横を向けてね、こう安定させようと思ったらね、なかなか安定しない。やっと安定したかなと思っても、って聞いてたら、コロンとね、コロンと転がって、あの、仰向けになってしまうと。なので、屋外で使う時の横にして聞くっていうのはね、ちょっと厳しそうかなと思いました。屋外ってやっぱりそんなフラットのとこないじゃないですか。だいたいデコボコしてたりするので、そういう意味では、横向きの安定性が悪い。ね。これがね、もう一つの屋外の悪かった点かなと思います。それからね、次、三つ目。充電ね。充電についてですよ。これ充電するのは USB-C で充電をね、直接つなげて充電していくんですけど、これね、どのくらい充電されてるのかがわからない。ね、充電してるなーっていうのはテカテカテカってね、LED がね、教えてくれる、ちゃんと充電されてるなーっていうのはわかるんですけど、充電どのくらいしてるのかっていうのを知りたい。私はね、皆さんどうかわかりませんけど、私はね、なんとなくですよ。こういうリチウムバッテリーね、こういうね、充電するね、このバッテリーがつながってるものに関しては、電池のね、容量を 20% から 80% の間で使っていきたい。ね。これはね、バッテリーを守るためというふうに私は思ってそう思ってます。で、これはね、古い考え方かもしれません。もし間違ってたらですね、それ違いますよってコメント欄で教えてください。なんでかというとですね、iPhone でさえね、今の最新の OS でも 80% 以上になったら充電のスピードを遅くしたりとか、もしくは 20% 以下になったら使っていってね、中の電池がなくなっていかないように省電力モードとかに変わったりするじゃないですか。なのでそういうのが何もないところ 20% から 80% のところで充電してたりとか使用していくっていうのが、おそらく電池にとって一番優しい状況なんじゃないかなと私はまだ未だにね思ってます。これは本当かどうか分かりません。私が思ってます。なので、ぜひね、充電してる時もね、まあ 80% ぐらいになったらもう抜こうかなっていう感じで私は思ってるので、大体でもいいので、例えば 80% 以上になったら点灯のスピードが変わるとかね、色が変わるとかね、そういう風な感じのアピールがあったらもうちょっと嬉しかったかなっていう感じですね。それが一つね。もちろんね、あ、そんなことね、わかりますよ。アプリでね、見たら何パーセント今充電されてるかっていうのわかりますよっていう人がいらっしゃると思うんですけど、それもあんまりね、僕はしたくないというか、充電中に電源オンするっていうのはね、
携帯でもあんまり推奨されてる使い方ではないんですよね。熱が結構出てきたりとかして、その熱が出てくるとバッテリーを傷めてしまうということがあるので、あんまりしたくないなっていう感じがあるので、ちょっと何もしなくても分かるようにしてほしいなっていうふうに思ったんですね。でもしね、ちょっとでもやっぱり知りたいなっていう方は、アプリをね立ち上げて Bluetooth 接続して電源を入れて、そうすると今どのくらいね充電できてるのかっていうのが分かりますから、そういうふうにして確認するっていうことはできますが、これ今言っただけで3段階これ確認するだけに手間もかかるんですよね。なのでもういいじゃないですか。ソフトで多分この辺って分かる 80% ぐらいになったら点滅ゆっくりしようねとかできると思うので、アップデートに期待しております。はい。それからですね、最後はアプリについてね、また良かった点もねアプリあったじゃないですか。だけど悪かった点もあるんですよ。これね、電源を切ることができないんですよ、アプリからね。電源を入れることはできたのですごくいいなと思っていい点に挙げたんですけど、これね逆のね切ることができないんですよ。でなので私がどういう風にしてるかというと、家の中では常時設置状態にしてあるので、自動オフタイマーね、自動オフタイマーにもう頼っております。ただこの自動オフタイマーもね最短が5分なんですよね。なので自動オフタイマーが最短で30秒とか1分とか、そういう選択肢も欲しい。そうするとより良いかなと思いますので、アプリですからこの辺はね。なので電源を切るボタンをつけてもらうのが1番、それからそれができないのであれば自動オフタイマーの最短時間を1分とか30秒とか短いオプションもつけてくださいっていうことですね。はい。これがですね、私が使っていてちょっと4つね気になった悪かった点ですね。はい。それではですね、私の期待しすぎ、期待過剰だった点ね、これをあと2つ言って終わりにしたいと思います。それでは、次行ってみましょう。はい。それではですね、2つ私が期待過剰だった点ね、それはですね、まず1つ目はキッチン、リビングでねちょっと困った。これはですね、私がよくキッチンとかリビングで何か家事をしている時に、だいたいニュース系をね聞くことが多いんですね。それでニュース系を聞こうと思ったらですね、このスピーカーからはちょっと低音が聞きすぎてるせいか、なかなかねその人の声ね、ニュースって音楽とかじゃなくて、こう人の声がクリアにドーンとこう聞こえたらいいでしょ。それがねこもって聞こえて聞きづらいということがねありました。なのでそのね、キッチンとかリビングで家事をしてるときはニュースを聞きたいその音はね、最終的にはねこのスピーカーからではなく、もう iPhone でiPhone の音を大きくして iPhone さんに喋ってもらってます。はい。なので例えばアプリの方でイコライザーがあるとか、低音をちょっと抑えて中高音ちょっと強めにしようかなとか、ニュースバージョンのイコライザーがプリセットであるとか、そういうのがあればより良いっていう感じですね。はい。なんとかアプリで対応できるでしょうか、坊主さん。すみません、もし可能であればよろしくお願いします。はい。それではですね、最後ね、私が期待過剰だった点、もう一つはですね、車の中でこの坊主のスピーカーをね使うっていうのはいいんじゃないかなと思ってですね、ちょっと期待してたんですね。なんでかというと、閉鎖空間でずっと留まってないじゃないですか。だから結構大きな音で音楽をね聞ける環境だなと思っていたので、これはね車の中最適だなと思っていたんですね。ところがですね、さすがにこのスピーカーね、モノラルで出てくるでしょ、音がね。ステレオでもない。ね。まずこの点で、車のスピーカーには負けてます。ね。しょうがない。しょうがないですよね。これ1個しか僕買ってないからですね。なので、もし2つ買ってる方が、車の2箇所とか、そういう風な感じにしたら、もしかしたらいけるかもしれませんね。ただ僕の場合は1個でね、1個の条件ですると、さすがに車屋さんも、その車の中の音響っていうのをやっぱり考えてスピーカーの大きさとか場所とかそういうのを考えてやってくれてるし、中に積んでるアンプからもね、どこの音をねどういう風に出せばもっとね車運転してる人たちにいい音響を提供できるかっていうことを考えてあれやってますから、それね、スピーカーの数からしてね、もうなんか違うじゃないですか。もう2個でもないし、6個とかね7個とかこうわーってこう車のいろんなところについてますから、さすがにね車の中のその4人5人のスピーカーさんと坊主1人の戦いにはちょっとね敗れたっていう感じがしましたね。なので車載で爆音でこのねいい音ね
この素晴らしい音を聞きたいと思って、それがすごい満足得るねドライブになるぞと思ってたのが、ちょっと私の期待過剰だったということですね。はい、以上です。はい、それ以上でね、良かった点4つね、悪かった点4つ、それから私が期待しすぎてた点2つね、話しておきました。随分ね、こちらの方使ってみたね、結果がこんな感じだったので、ぜひね、皆さんの参考ね、このスピーカーがどんな感じなのかなという感じの参考になったらいいかなと思います。はい、それではですね、今日は以上になります。それからですね、今後はもう一つね、動画作ろうと思ってて、いろんなジャンルのいろんな楽器が流れる音楽をダーッとね、流していく動画をあと一本ね、作りたいと思ってますので、ぜひね、それに興味ある方はですね、登録しておくのもいいかもしれませんね。あ、それから順番ちょっとね、変わりましたが、この動画良かったと思われた方は、グッドボタン、それから、これからもね、こういった感じのスピーカーとかね、そういうもので気になるものが出てきたらまだね、動画を作っていくかもしれませんので、気になる方はチャンネル登録するのもいいかもしれませんね。はい、それでは今日は以上になります。それではバイバイ。